出たな、眠りにくい人材目立ないと。もう何が眠りにくい、はい、くっさ早いわとよく飛ぶわ。もう攻撃は割となんか強引、こういう強引な技が多いわね。超眠りにくい、超眠りにくいよ。ほんとうまい、いけー、よしな、うまい。あー、ミスったよ、完全に完全に。こんなこいつが、こいつがこすってくる人材ということを把握していたら後悔先に立つ。取れ高は今から取っていく、こい、よーし、こすりすぎ、こすりすぎなんですよ。もうやってくれと、やってくれと言ってるよね。もう一発こすっていくんだよ、もう一発。あ、その甘えたこすりは、その甘えたこすりもう一発買っていくんだよ私。よし、おやすみなさーい。3眠る、超絶3眠る。あー、間に合わなかった。今ので俺完全にとどめたつもりだったんですけど、そう風船人生甘くはありません。取れ高にこだわる、取れ高にこだわる、絶対無理だからす。お前は、お前は眠れで殺す。さあ眠れで、こっ、あー違う、それじゃねえ、それじゃ、うん、待って、死ぬな、お前。どれだかは何だと思ってるんだ、気持ちよくない、負けました。お願い転がる、よし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 、完全に油断していたようだな。油断しているようだな。あら、キラ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 キ。さあ、どうやって眠り殺していこうか。楽しみですね。つかむ。あ、ここだ。いいね、いいね、いいね。待て、死ぬな、死なよ。よしよし、ナイスナイスナイス。だって、眠らなきゃ、眠らなきゃ完全試合じゃないでしょう。おやすみなさい。完全試合の達成。やっぱりね、三振でとどめを刺さないとね、完全試合とは言えませんからね。はい。眠るの美学。ありがとうございました。あやっちゃった。お願い、これから本当はやんない方がいいんですけど、変なブーメランみたいな。ま、でも、当たったということで、ありがとうございます。空下眠るが強い。バージョン 6.0 眠るね。はい。後隙がなくなったおかげで結構入りやすくなったと。さあ、復帰としていきたい。あ、今、叩くだな、内側への。いやー、痛い押しを食らってしまった。いやー、強い。やばいな、戦い。まあまあ、でも、最初よりはマシ。最初はなんか結構強いキャラみたいな感じなんだけど、結構対策がもう樹立された感じでね、はい、なんとか、いいキャラバランスなのかなっていうふうに思いますと。よし、復帰としてね、プリンちゃんとの相性は普通。まあ、どういう風にどれをかいくぐっていくかが大事かなと思います。ただ一番強いのは結構鎖の横強とか空横とかだったりするんで、空横ってなんだ、空前とか空後ろだったりするんで、なんとかそこやっていくかどうか。危ねえ、さあ危ねえ。まあとりあえず鎖の距離には入ったら要注意っていうことで、今までステップをうまく、あた転がるはやっちゃダメなんだけど、ちょっと安易にやっちゃうな。斧が来たら嬉しいんですけど、ちょっと安易に決められもしないのに安易にやってしまうっていうところは、僕の悪い癖。いやー、なんか、いえお仕置きは強い。やっぱ歌が外して、もう、歌が外したらもうスマッシュで決められちゃうんでね。ファイヤー眠る、よし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 、安心していて、安心していてようだな。もう、安心していてようだな。バックドラフトというものを行動してやろうか。バックドラフトね。さあ、いい感じにね、差ができたんで、あとはもう削っていくのみという感じですね。でもこう、いかにこの遠距離攻撃をかいくぐっていけるかっていうところはあるんですけど、全然かいくぐれない。一方的。一方的。こういう流れになってくると、ちょっとなんか経験上まずいんですけど、あー、強いな。横強マジで強い。よし。よしよし。もう一発。入れない。よし。つかむ。今だと思います。横入っちゃう。転がっちゃダメだ、転がっちゃダメだ、転がるジャンキーとしてでもやめらんない。ラッキー、やっぱ斧の隙間が強い。あー、やばい、あぶねー、あぶ、くっそ。こうなるともうどうしたらいいか分からんな。何が、あー、くっそ。うまい、うまい、ブーメランだと思った。いやー、強いな横強マジで。鎖が早い、やばい。
どうしよう。斧もかわしながら、あーくっそ、鎖が強い。一方的、調教されてる。プリンちゃんの調教物語。あー今前だ。あーくっそ、なんとか下げてみる。ファーストは下げたい。いやー、不死身、不死身、私を殺せると思ったら、あ、終わった大間違いですよって言ったら終わった。やばいな、結構戻されたな。まあでも低パーセントはあんまあこまで吹っ飛ばないんで、あとはもう地道にやっていく。よーし、ちょこんとね、やっぱ復帰阻止が強いんでね、リヒターには。はい、ちょこんと殺していくと、まあファイヤーネムルができたと私は満足です。ありがとうございました。扇風機か。さあプリンちゃんでお相手いたしましょう。ということで、まあ、アイクス、アイクさんに大事なのは、もうとにかく、痛い、ガードしても後隙を狙っていくしかないっていうところなんですけど、ちょっと焦っちゃうとさっきみたいにバコスカやられて、2、3発やられるともう 60% とか、あーやっちゃったー。まあ、こんな感じでもう 80% と、次も空中で上当たるともうバーストですからね、この扇風機。この扇風機、なんとかしないといけないと。まあ、とりあえずもう、やっぱ、基本はもう、回避かガーキャンから。いやー、やばい、あぶね。回避かガーキャンから貯めていくしかない。ラッキーガッ、いや、後隙ないんだよね。よし、来た、飛べ、あー、ダメか。よし、ラッキーさあ、いやー、ダメか。あーやばい、よしよし、このパーセンになると割といい感じに飛びすぎてコンボできないと。さあ来なさい、よーし、気持ちいい気持ちいい。いやいや見てなかった見てなかったというか、まあいいや、気持ちよさで勝ってるんでね。はい、勢いはこっちの方があるっていうことで、まずはパーセント来た、よー圧倒的、圧倒的力の差を見せつけましたね。さあ、あとはもう、やりたいことをやっていくという形で大丈夫かなと思います。パーセント貯めてね。はい。ガードから、ガードから、忘れんな。ガードからの反撃。ガードからの、はい。どうしよう。どうやって眠りごろをくそうかをちょっと考えてます。ああ、やっちゃった。まあ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 、パーセント貯めていこう。できた、あー、くっそ、できたら天空に当てたい。やっぱり、伝説の2回復帰阻止を狙っていきたい。あー、やばい。やぶね。今当たったら死んでますからね。この扇風機。この扇風機。もう時代はでも、そんな羽根付き扇風機の時代じゃないんでね。時代はダイソンですよ。いやー、はい。着実にね、カウントダウンまで来てますね。ガードガード。あー、ぶねー。まあまあまあ、致命傷さえ食らわなければ。来い、あは、マジか。マジか。確実に、ほふったと思ったんですけどね。まあ、パーセント低いか。まあまあまあ、もう一件あるんで、ちょっと、しっかりやっていきたい。もう、大丈夫でしょ。さっきの敵、来い、くただ、この扇風機が。やっぱ、羽の部分に当てても仕方がないと、ちょっと難しい話で。まあ今の天空とかちょっと狙い、やべえ、痛い、さ、来い、うわー、ダメか、さ、来い、いやー、あ、待て、早まるな、くぅ、狙いすぎた、あんたの見事だった、すいませんでした。